皆さん、龍慶柏監督、榎本監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ズバリなんですけど。ええ、ライバルチームどこですか。うーん。やっぱり一つは、やっぱ、県内で言うと、やっぱ、一。一理素直し、利数の足。これはもう、ずっと、あの、決勝戦で当たって。いる相手なんで。うんうん、まず、県内では、ここ。で、全国的に言うと、やっぱ。まあ、青森山田。 うん、山田、えー、静岡学園。まあ、この前負けた大津。前橋育英、ね。<ー>はい。あのー、インターハイで負けた大津、はい、強かったですか。うーん、そうですね。もう本当に、あのー、よく。研究されてたっていうか。やっぱり、その、まあ、自分たちの準備不足だったのっていうもあるし。あのー、まあ、一試合勝って、あのー、安心しちゃったっていうのもあるし。あ なそういう部分でね、本当にいいチームでしたでも。はい。山田はどうですか。うーん。まあ、プレミアであのイーストで一緒にやってて、まあ、目指すべきチームでもあるし、うーんやっぱりそのあそこに勝っていかないとその先はないかなって思わされるチームかなっていうふうに思いますけど。はあ 山田って何が監督から見て強いというか違うんですかまあ一つはメン,メンタリティですよね勝者のメンタリティっていうのがちゃんと備わっているっていうことが一つと体格体格 <laughs> フィジカルフィジカルあ,<ー>あとやっぱセットプレーとかその勝負のこうなんていうんですかね肝の部分をよく知ってるでやっぱりその黒田先生とかはそういうところをしっかり伝えてるなっていう感じはします、うん 黒田さんどうですかうん多分ね仲,、うん、仲もよろしいかと思うんですけどはい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 、はい、やっぱりその負けず嫌いだっていうのがすげえ表に出る人なんであ<ー>まあでも僕も負けず嫌いだからうん、うん、そういう部分では結構試合中はあの結構バチバチっていうか <laughs> <laughs>、はい、でも最近おとなしいんですよねあそうですかはいもうやっぱもうどっしりされててあ<ー>はい そういうい僕はギャン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 言ってるって感じですけど<ー>、はい、へえじゃあでも県内だと市船ではいでやっぱりこのライバルの存在って大きいですよね大きいですね、うん、県大会で一山越えていくっていうのが、うん、やっぱりすごくあの全国優勝するための一つの条件かなって思いますね だから静岡とかかすすすごいい大大変変じゃないですか大変ですよそこに上がるまでに一山越えて、うん、でやっぱ志津学がこの前優勝したのもそういう粘りとかやっぱ県内でも、うん、もしかしたら今日負けちゃうかもしれないっていうような安心できる試合が少なくなってやっぱり王国復活って感じになったと思うんですよね、うん、だからそういう部分でいう一船さんであったり奈良し僕の母校の習しのであったり。うん えー、柏日体であったり八千代であったり、うん、この辺がやっぱりずっと強くあるんで、まあ、そこと本当に切磋琢磨していくのは本当に価値があるし意味のあることだと思いますうん僕あのー、高校サッカーで、まあ、強いチームってやっぱり一つは伝統があると思うんですよ、はい、例えば静学だったらもちろんあの川口監督も素晴らしい修さんもひと監督さんだけど、うん、やっぱり井田さん の存在がすごい大きいなとううこうあの生意気なこと言わせてもらうと、うん、やっぱり、えー、小沼先生だったり小峰先生だったり、はいえー、井田さんだったりそれこそ本田先生だったり、うん、うんああいう,こう情熱の大きい方っていうかこのサッカー界を引っ張ってこられた方たちを。 どうやって超えていくかっていうことだと思うんで、うん、そう今選手たちがね先ほど育成年代の代表が五人いるって言ってましたね、はいはい、これ流慶歌手があって三年間で強くするわけじゃないですか育てる、はい、そうするとスカウティングめちゃくちゃ大事だと思うんすそうですねその辺はどうですか、うん、まあに2等体制もちろん j の株組織、うん、プラス えー、町クラブの、U、みたいな感じで集め、どっちかっていうとう町クラブに偏っている方なんでそのまま J リーグでちょっと上がれなかった子たちももちろんあの頑張っ最近は本当はそういう子が入ってくれるようになったんですけどもともとはそういう町クラブからすごい支えられてるチームなんでそういう中であの。 まあ一つは野心ですよね、うん、まあもちろんサッカーの技術とかスピードとか体格とかあるかもしれないけどその「情熱」っていう言い方じゃない,い,やしいんですかね、うん、そのなんか自分はその人生で何かを成し遂げたいって、うん、サッカーを超えた部分っていうんですか、うん、そういう野心のあるこう。ああはいはい。あったんですよ。 でまあ彼もね流刑出身ですけどプロになることならない子の違いって何ですか？一つはなんでその野心の部分なんですよね。野心。う,ん、うん。だから彼なんかのすごくあの印象に残ってるエピソードは、えー、彼は一年生の時に三年生、えー、長谷川とか例えばあの、うん、えーと林明了 FC 東京の彼らの代なんですよ。うん、で大前は一年生でメンバー入ってなかった。 で、小沼先生も来られててはい、はい、でたまたま人数足りないから「お前お前ちょっとトップチームの練習参加してこいよ」<ー>参加させたら、うん、あの今でも覚えてるんですけどあの長谷川優ってもともとエフトとかにいてーオーストラリアにいてそれがエースだったんですよそいつんとこに行ってパチーンっていきなり肩ぶつけてって、うん、でボール取って。うん やってたんですよね。うん、それ見た時に子ど先生もえ「なんであの子入ってないの?」っていうぐらいこうなんていうんですかねトップチームに上げたらほとんどの子がビビってんのよ。でもプロになる子ってそういう時に上げた時に「およしやってるぞ」ってそういう気持ちがうんそれが一番違うと思います。なるほどね 皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。